2008年6人組ガールズエンターテインメントグループとして再出発を切ったドリーム。彼女たちはさらなる進化を遂げるべく、およそ2ヶ月間日本縦断の旅に出た。2009年9月2日、武者修行は長崎からスタートする。バスの中にはこの旅で消化すべき課題が掲げられた。いいわ、雨が書いたんですけど、みんなで考えます書きました。たくさんの目標、そして夢とともにバスは走り出す。少しずつパワーアップし、ファンを増やしていくドリーム。9月9日 CD 発売日にはミューモで PV ダウンロードがデイリー1位を獲得。ほら、1位だ。としてやってきた中でも一番学ぶことが多い期間で、今まで自分ができてなかったこととかがものすごい思い知らされた。正直落ち込んだ時とかもあるし、どうしていいのか分かんなくなった時期もあったりとかしたんですけど、もっとこうしたい、もっとこうしたいっていうのが日々出てきてるんで。ありがとうございました。壁にぶつかりながらもたくましく前に進んでいくメンバーたちだったが、最年少のアミは不安を抱えていた。10日でこんだけ変わっていくメンバーを見てたら、自分はちゃんとそこについていけるかなとか、足を引っ張らずにいけるかなっていうふうにすごい思いますね。アミも全然成長してるっていうか。してないし。なんでそこダメ。してないし。アミのキャラっていうのがいい意味ですごく立ってきてるっていうか、だから、うん、なんでなんていうの意味が分かんない。まあでもね、不安に思うのは仕方ないと思う。ね、修行だもん。で、頑張ってることって自分では絶対分からんから、不安に思うこともあると思うし、で多分それぞれみんなが多分成長してんのかなっていう不安はあると思うし、うん、もうかな、アミの成長見るたびに自分は焦ってたね。いや、めっちゃアミが振り回すかなも、実は九州では悩んでいた。なんかこうまとめていくのはやっぱリーダーになるんですか。自分がリーダーとして務まっているか自問自答する日々だった。なんかリーダーとして全然何もできてなかったなって思ったんですよね。なんか武者修行入る前に改めて考えた時に、なんか本当にもうリーダーっていう、もう後ろにリーダーを背負ってますみたいなオーラがすごいあって、ちょっと力入れすぎたかなってすごい思って、うん、やっぱ物事をシンプルに考えようってすごい思うような。名古屋に到着したドリームは生き生きと自分たちらしくパフォーマンスを繰り広げた。ファンの反応は日増しに熱気を増していく。たくさんの人たちにドリームを見てもらえた関東地区。武者修行が折り返し地点を迎えた頃、ドリームのパフォーマンスに対する気持ちに変化が生まれてきた。そのステージに立てることの幸せだったり、自分がこうやってまたドリームとしてパフォーマンスできてることってすごいんだなって毎回なんか思うんですよね。今までは本当に自分が歌が好きとかダンスが好きっていうことだけを重視して表現してたのが、パフォーマンスでしか恩返しができないんで、そういう恩返しっていう意味でのパフォーマンスにもなってきたかなと思います。いざ仙台へ。今の自分たちだからこそ伝えられるものをやっぱり出したかったので、うん、で、武者修行の武が武士じゃなくて夢になってんじゃない、はい、そう、夢を追うものという意味。仙台に上陸した頃、ファン層にちょっとした変化が現れてきた。で、もっとドリームを見てもらいたいという気持ちから、チラシ配りを始めることにした。一枚一枚
手書きのメッセージやライブ情報を書き込んでいく。空き時間を見つけては街に出てチラシを配り続けたドリーム。武者修行が始まっておよそ1ヶ月半、短い間に随分頼もしくなった。もしよかったらぜひ飲んでください。やばいやろ、あんなにもうめっちゃチャンスやからマジで頑張ろう。本当にありがとうございました。トリムレさん、ありがとうございました。熱気あふれる大阪のイベントの中でも一番の盛り上がりを見せたのはセルシーインストアライブ。実はこのセルシーは7年前にもライブをした思い出の場所だった。それでもこの人絶対伝わって買いましょう。はい、はい、2009年10月25日お台場ヴィーナスフォート、はい、から武者修行最終日、はい、2ヶ月間の修行の集大成となるライブである。武者修行を成功させましょう。うざい、はい、これからにつなげるための武者修行だったし、武者修行が終わったからって言ってそこで終わりじゃないし、そこからが勝負なんで、普通にやってたら気づけなかったことも一から学べたし、感動をもらえて、この気持ちをもっと倍にして出会えた人たちにこれから音楽で返していきたいなと思うし、これからが始まりだっていう感じがしてるので、ドリームとしての自分とか自分自身をもう一回見つめさせてくれた時間だったなっていうのはすごく思いますね。ファンの人とかすごく助けられた部分とか、本当に嬉しかった部分とかがいっぱいあったので、それを自分たちの作品だったり自分たちを通して本当に返していきたいなっていう思いでいっぱいです。自分は一生やっぱ夢を追っていきたいし、その中での一つとして武者修行を今回やれることで、こうやって新たなテーマを見つけれて本当に何だろう、人生が変わったなって本当に素直に思いましたね。たくさんの人に迎えられていることの幸せだったりとか、これからドリームがどん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 夢へ向かっていくためのすごいターニングポイント的な武者修行だったなって。